バッチノート読みます。 AD が結構多そうだな。アフェリオス、基本攻撃力が減少、まあ、かなり痛い、かなり痛い、かなり痛い。結局通常攻撃しかすることないし、こいつ前 Q の AD レートと E の脅威レートが上がって勝率上がった出てきたキャラなんだから、 AD 下がったらかなり痛い。確かにね、レベルアップでもらえる AD が上がって喜んでたのに。そういうこと、そういうこと。元に戻ってはないか。元に戻ってはない。まあ脅威レートがあるから、まあ別に、まあまあまあ、緑ピョンタのレンジ使ったトレードとかが弱くなるから、うーんって感じですね。 2AD とか気遣いやろ。でもそうかな。あ、アッシュ、アッシュもクソ痛い、これやばすぎ。これはもうもう死んだね。もう4秒。結局アッシュの W って連戦においての最強スキルの、起点となるスキルだから、ハラススキルじゃなくて W って、その起点作りをあんまり数ができなくなるって考えると、やっぱレーニングの弱体化かなりになるから、これかなり痛い。これも W 当ててからスローで近づいてのお叩くトレードが基本だから。でレベル上がれば戻るけど、レベル1の時間ってレベル3まで絶対 W レベル1だから、そのまでの圧縮がめっちゃ強い時間帯で何もできないのは。そう、それでも長いしな。はい、じゃあ弱くなったということで、カミール、まあ妥当だな。まあでも元が強いから大きいけど、まあまだ強いらしい、知らんけど。なるほど、そんなことを言っておりました。4秒はでかそうだけどな、さすがに。まあでも元が16だからな。まあまあまあ弱くなったけど、多分まだ強いはず。はい、次最強チャンピオン。ああ、やばすぎやばすぎやばすぎ。うわあ、やばすぎ。まあ大体6で150ぐらいあるんだっけ、スタックが。馬吉の配信見したらさっきは150あった。まあじゃあ150あるってことで、やばいな。まず一番でかいのが、ドレイブンのスタック消化が敵にもログが流れること。ああ、これが一番でかいね。メンタルハラスですか。そう、相手チームのメンタルいかれちまうね。やばい、こいつ殺さないと終わらない。やべえ、あのパイクのゴールドスタック4つぐらい持っている敵見ると気が狂いそうになるのと同じか。ああ、そういうこと。でおまけのウルトのバフなんですけど、まあ150ヘルス以下6時点でデリートです。やばすぎるよ。150トゥルーダメージです、追加で。壊れてるわな。めっちゃ強いんですけど、はい、スタックが溜まってたり序盤に死んだりっていうのがあると、あ、スタック溜まんなかったり序盤に死んだりっていうのがあると、正直バフの意味がないんで、ドレイブンが上手かったりある程度スキルレベルが高い、スキルレベルっていうのはハンドスキルのレベルが高いプレイヤーにとってのバフって感じですかね。まあでも普通に溜まってるやろ。まあさすがに溜まるはず。あとプロの試合だと本当に死なずにスタック溜まりやすいから、特にそっちで強力かなって感じですかね。昔テディが LCK で1000スタック溜めてる時ありませんでしたっけ。1000スタックも溜めたら死んじゃうよ。マジか、1000スタック。なんか38分ぐらいまでスタックが溜まり続けた試合があったような気がする。これは本当にでかいですね。これ溜めて消化できない負けパターンもあるから、一応トレイブンそれがもうほぼないよね。そうだね、溜まったらもうウルト強すぎて絶対消化するから、どっかでマジで殺さないといつか自分たちが死ぬ、やばいな、まして死後宣告って感じ。ああ、そういうこと。これはもうドレイブンだらけだね今後。次ムンド、まあ、これ、まあ、一応説明すると重傷を受けません。ああ、そうな。最初の部分10秒間減少体力の 15-20-25% を増加体力として獲得、この部分が重傷を受けません。なるほどね、回復じゃないのでヘルスがなんか湧き出てくるという謎の文章なので、で、まあ、この 20%、40%、60% 回復は重傷を受けるのかな、まあ、だから部分的に重傷を受けなくなることによってバフされました。まあ、あとヘルススケールがあるスキルだったりアイテムだったりの効果をさらに受けられるので戦闘力も上がりますね。いや基礎体力らしい、これ増加って書いてるけど。え、そうなんですか。ツイッターで言ってた。別にこいつで大胆買おうとかあんまないからいいけど。この前買ったのに。まあそんな感じ。まあ単純にこれは重傷を受けづらくなったってだけだね、ウルトが。まあまあ内容としてはでも強いかな。これ基礎 HP で数えられるんですか本当に。なんかツイッターで見たけど。じゃあ後でちょっと調べてみます。今はまだ増加なのかな、わかんねえや。まあまあ増加だったら W と E にボーナスがあるから。ああね、まあ、あとウルトのにもボーナス HP のあれあったか、増加 AD の。あね、まあ、ちょっと調べてみます。おい、次フィズ、これはまあ単純なバフですね。チャンピオンからの通常攻撃に対するダメージ軽減効果が
8になりました。まあ、2倍パッシブの効果が。これ、チャンピオンの通常攻撃に対するダメージ軽減効果です。ミニオンからの攻撃全部1になるのかと思った。俺も最初読んだときは、これミニオンから無敵じゃんって思ったけど、チャンピオンだけだった。で、まあ、これ、ウルトのダメージが全体的に弱くなって、その回 W のオンにしてから2回目以降、オートアタックするたびに固定で出る DOT じゃない方のダメージが全レベルベースダメージ10上がりました。まあ、つまり殴るたびにダメージが10増えたから、まあウルトのナーフより全然ダメージは出るかな。そう。そうかな。これ弱くね？え？出る出る出る。え、だってフィズって考え方を変えてみましょう。もしレーニングでだよ。レーニングで。逆のことは書いてあったとしたら、何が？通常攻撃のダメージ減効果が8から4になって、W の効果が20から10になった。代わりにウルトのダメージが最大で100上がって、AP レシオも20増えたって考えたら、めっちゃ気分悪いけど。これバフだなって思いません？めっちゃ気分悪いけど。そうかな。そもそもまずフィズのウルトはなんかおまけだから、正直。いやおまけじゃないでしょ。当たらん。当たったら強いけど、当たった時点で、当たった時点でもうどうでもいいから、ウルトのダメージはそもそも気にしないんだよね。結局本体の殴り合いが大事だから、マジで嬉しいよ。ウルト当てなきゃなっていうストレスがない。で、レーニングで W のオートアタックは絶対出るから、たくさん。蓄積していくから、この10のバフが。だからバフだよ。まあ、あとトップのファイター要因として出てくる可能性があるね。知らんけど、ミッドじゃなくて。あとアッシュ相手にフル AP だと、オートアタック9発動中ダメージを食らわない可能性がある。いや、ウィッツエンド積まれて食らいます。はい。いや食らわんけどね、ウィッツエンド買っても。アッシュの9ダメージ入る。アッシュの9はまあバフだね。フィズも GP バフかな。GP バフじゃない、これナフ。いや、あフィズあ GP バフか、よかった。ヘルスがめっちゃ増えました。めちゃくちゃ増えました。それだけ。まあ補填みたいなもんだしな。しかもこれ爆撃の調整でレーニングできなくなってたから、まあ普通に強い。前のバフ？バフかナーフか知らんけど、まあ割と強いんじゃない？変更と合わせて。いや、タルクリティカルレートが 25% 上がって5スタックになったんだが、爆撃9に乗んなくなったからレーニング本当に弱くなりました。なんとかしろその辺は。勝率 43% ぐらいしよ一力。そうなんだ。前は？前カング、プランク、はい、ジェイス。もうこれ 0.75 になってる。 0.5 だったのに。いや、いすぎだわな。 0.5 はさすがに。まあ痛いけど、どうだろう、使ってみないと。いやこれでも 1.25 は正直強すぎた。マジで強すぎた。マジ速すぎ。じゃあナイス、ナイスナーフ。まあナイス調整正直。これマジでマジで足速すぎて不快だったこいつ。トレードもガンク回避も連復帰も早いから。いやそう、何でもかんでも一方的にしてきてマジで気分悪い。じゃあ結構でかくね。まあでかいと思うよこれ。レンジチャンプに MS 与えないでほしい。いい変更だと思うわ。ああ確かに、今まで AD をいじくり回したりしてたから。確かに。スキル Q のダメージとか、こう頭いいね。この変更した人ないっす。まあまあまあ弱くて、まあまだ強いな多分。まだ強い言うて。知らねえ、ジェイスなんかやんない。ああジンクス強え。これ強、これこれ強くね。20が16ってすごいけど。そうでかいし、とんでもないけど。マナ消費の効率書いてあることすごい。やばくね。だだだだだ、マナ無限じゃん。20から16はすごいわ。だってワンロケットめちゃくちゃ撃つから。しかもこれ、ああめちゃくちゃ撃つし、マナ辛いし、そのせいで。これめっちゃ強いな。ナイスバフ。ジンクスメタあるな。わかんねえな。AD マジでメタ変わるな。AD はマジで全然違うかもね。うん。あってもう、アフェとジンクスひっくり返るくない？この時点で。まあそうか、実際。うん。わかんない。武器変わった後からは別に何も変わんないから。ああね。まあまあ、じゃあ、もう一人の AD、カイサ。ああ、何って感じだけどな。何って感じ？まあ集団戦、それは強いよ。あの、ミッドゲーム、レイトゲームになったら集団戦めちゃくちゃ強いよ、これは。でかいよ、実際。でも13レベルでしょ、効果発揮するのが。もう、いや、まあ12レベルぐらいから発揮できるか。まあ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 、まあ、あと固定値減少プラスあのオートアタックで CD 下がるから、チームファイトは強いわな。そう、チームファイトは強いけど、そこまでが問題なんだよね結局今このジャンプって。まあでもアフェとか直されたし、正直ジンクスはまあファームできるんで、ワン全然あるわな。まあスレッシュも直されたし、ああこれ正直、まあ WCS チャンスあるキャラ。へえ。チームによっては結構構成見て採用っていうのは全然ありそう。結局使い道が回数はっきりしてるから、組み込むチームはあるだろうね、うん、確かに。カリスタ、カリスタ、まあメインスキルだからウルトはノックアップが、まあ、元に戻るのか上げたら。そうだね。まあでも16、まあでかいけど、正直このスキル当たったら敵死ぬから大体関係ない。あでも1秒 1.5 から1秒はちょっと関係あるな。2レベルからはほぼ関係ないけど。まあでも
チェインできるんじゃない？大体のサポートの CC。まあ、基本できる、ね、1だったら、ノックアップで1は。まあまあ、使えるんじゃないかな、わかんないけど、多分。あと 1.5 秒ちゃんと待って CC いる人ってそんなにいないから。ああ、変わらんな、うん割とすぐ打っちゃうから、みんな。あんま変わらんな、そう考えると。影響はあるけど、当然。うん。その数字ほどはないかな。なんか、そうだ、AD の変更の中で一番どうでもいいかも。カルマ。お、10。シールド10、キモいな。シールド10。アーマー2。アーマー2。アーマー2、いいね。アーマー2、やめてくれ。おもんない。この変更来てもおもんない。おもんないから、変わってない。変化なし。はい、なしです。この変更はミッド向けよりサポ向けなんだよな、そうなんだよね。サポ向け。他の前、ミッド向けのバフしたんだから、もっと面白い、うん、面白いバフしろよな。なんでこういう内容なんだろうなって。それな、一貫性がない、0点。どっちにしたいのか分かんないわな。マジでこのバフは0点。ただおもんない。まあでもまあ強いは強いんだよな。シールド貼るたびに10は一応。あでもマントラいいかな、結局。まあ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 、あんま強くないな。でも、お、来た、コグマウ。コグマウ。なんでこれベースダメージも書いてんの ?AP レートが 0.2 上がりました。それだけ。おめえ。めちゃくちゃ強い。強い。めちゃくちゃ強いけど、まあまあ。このキャラ別になんか人に勧めるようなキャラでもないしな。おもんないからな。いやおもろいけどな。それはお前が異常。いやおもんないけどな。ああやっぱミークリックしたがるからね、ウォンディラーは。そりゃそう、ミークリックしたがらないやつはウォンディラー向いてない基本的に。ああ別にミッドで使う分にはいいってことね。じゃあ、あいいよ別に。でもこいつ俺 ADC だと思う日はね、普通に AP でも。ああ、実際殴るね。まあ、実際オートアタック大事だよね。ミッドでやっても AP でも。それはわかるよ。AP で言っても W のオートアタック結局強いから。フェイスラッシュ持つのもそれが理由だし。せやろな。殴んだけウルト当たらんからな。まあまあ、AP レッドレッテンに強いね。リーシン。こいつ、こんな AD 高いの ?70 もあったんだ。すごいな。ちょっと痛いかもね。あれこいつデイリーナーフありましたっけ？死んじゃうかったの覚えてるけど。いや、こいつは多分なかったんじゃない？数字を。だから多分ないんじゃない ?70 はね、印象に残るからね。確かに、70、ロロの中で2番目だったらしい。そうなんだ、レベル1。はい、1はトリン。まあまあまあ、まあ、出てくるかな。まあ、ジャングルの環境的に出てくるわな。70から68は何も変わんないわ。めちゃくちゃバフされたジャングラーがいないから。うん、まあまあ、ナーフはされたけど、まだ強いね。リリア。めっちゃ変わってね。トップナーフ？ジャングルバフ？まあ、トップナーフって書いてありますけど、トップもバフですかね、割と。ヘルスリジェネがめちゃくちゃ下がった。下がったね。まあ、でも 1.5 から 0.5 でしょ。元からないようなもんだろ、このヘルスリジェネ。元からないから、いらなくね。トップリリアって敵にスキル当てて殺戦してたから、あんまり関係ないんだ。関係ないな。で、ジャングルに当てたら、たくさん回復する。前より。この Q のスタック持続時間、かなり嬉しい。あーめちゃくちゃでかいね。え、こんなんトップ最強だけど、はい、こっち、ま、これが一番嬉しい。他はどうでもいいけど、 E も2秒。え、でかっ。めちゃくちゃバフじゃん。え、バフだけどリジェネとかないし元から。トップリリアバフ、バフだ。結構なバフだね。まあ、割とトップリリアなんか強いから今これでさらに強くなったね。いいね。トップリリアでレーンから E 打って相手のキャンプに E 当てて回復するみたいな裏技ないのかな。まあできるんじゃない。俺ミッドで味方のレイスに投げたりするよ、回復するとき。だから、まあ強いね。普通に ワンチャンメタにあるぐらい。ミスフォーチュン。これ分かんなかった、正直。何がやってて体感できない。丸一日やってたけど、このウルトの変更全然分かんなかった。まあ一応一発増えるね、さすがに。発射間隔が短くなってるはずだから、前より一発多く当たってるはず。やらなすぎて、そうそう、忘れちゃった、前を。ああ。まあでも、変更見たら割と強いね。まあ12が2上がったんで、まあまあパーセントで言えば何パーぐらい ?12 の2。悪くないね。あ、悪くない。悪くないけど。まあまあ後であるけど、まあ今これキャラが悪くない。メスポは。お、じゃあモルガナ2秒低減いい。モルガナ悪くないんだよな最近。いい短くなって結構レオナにも出しやすいし、やっぱレオナに割と出せるなら。まあそれ以外のキャラも全部出せないキャラがないんだよな。何が出せないだろう。メイジがさ全然いないからさ最近。先出ししてセラフィンとか出てきたらめんどくさいなぐらいかな。ルルは。まあルルとか。まあルルはきつい。
ああ、まあまあ、明治以外に勝てるってことね。まあ割といけるね。まあでも、レオナイテはうまくやれると死ぬから、結構難しい。モルガナ難しいけど、それがちょっと簡単になったね。まあ、2秒低減はでかいわな、ブラックシールドが。うん、結構強いかも。はい、キアナ、イシェネじゃない、エースか。エースが上がって、反映率。イシェネがちょっと下がった。これ反映率？反映率じゃなくてベースじゃないですか。ベースだね。あ、ややこしい。これ悪さできる。でもこれ Q のナーフが結構でかいです。 Q めちゃくちゃでかい。これキアナの EQ ってね、フラッシュアウトするのマジで言うよね。全然なかったんだけど、簡単にフラッシュアウトできるようになった今。ああ、ブリンクでも受けられる。そう、なんなら昔はキアナが遅らせたり早めたりでもうほぼ回避不可能だったんだけど、 EQ フラッシュで。まあそれがなくなったから、まあ、わざわざ手動でエイムしないといけなくなったね、キアナ側が。結構痛いね。育ったキアナって EQWQ されるだけ即死だったから、かなり、かなり Q の命中率下がる、これ。対抗策ができたかな。うん。昨日、キアナの EQ フラッシュで受けられて本当に感動した。まあでもその代わり、中立に 25% の追加ダメージ、Q が。で、ジャングルを回れと、エースも上がったし。これ、でもこのエースさ、もともとなんかキアナ W 取って、のレベルバンドだけで強いじゃん。ああ。もう W っていうか、なんか、いきなりミッドの横から出てきてさ、ああ。W 使っていながら、ピョンとピョンとピョンとみたいなことしたらさ、ああ。HP をお互いトレードしてレベル2とか3で死なね、相手。ね、まあ、たまに狙ってくる。まあ、基本食らわんけどね、それ。ああ、そうなんだ。それ強いのって、その、何もない状態でオートアタックスタートしないと、その色変えて強いから、ピョン W ピョンしたいけど近づくのに W を使ったら、フラッシュできるくね、正直これ。最初に W で近づいて、え、何フラッシュ、いきなりレベル1フラッシュをたたく W スタート。あるわな。あるかな、まあ、相手にハテナピンたかれて終わりそうだけど。結構やってるやついる、そういうの。なんかキアナは、まあ、でも相手多分それフラッシュアウトするから強いね。まあ、エグゾ持ってたらエグゾされるけど、まあ、まあ強いかも普通に。 AS の部分は、まあ、ジャングルも回れるね。昔回ってたし。おめです、ジャングル。はい、いいわこれ。気にしなくていい、変わらん。数スキルじゃないし。レネクトンでかい、はい、これ死んだ？これ死んだんじゃない？いやでもなんかさっきとある人があんま死んでないかもって言ってた。そのとある人参考になります？あんまなんない。あはだってチンできないじゃん、もうどうせ。まあニダリーは 0.5 秒早くやり投げましょうねってこと。いや 0.5 じゃないな。チンファイトもめちゃくちゃ変わる。どうせ強心気迫だから、レレクトンの対面で。でレレクトンニダリーするときやり投げるのは、まあ、0.5 秒は短くなってないな。 0.3 ぐらいだな。 0.3 秒ニダリーの人は頑張って早くやり投げれば今まで通りタイプができます。いるかな。わかんない。まあ一応これ自分が動き出すのも同じ分速くなってるから、敵との相対的な動き出しは変わってないのかな？照らしていこうみで。そうかも。チームファイトとかの方が大きいかな。まあそうだね。チームファもここで。まあ短くってなるかも。多分。まあまあわからんな。でもなんかキャラが強いからな。そのままメタに残る可能性もありそう。ちょっとわからん。これは。そうね。まあランブル。またこれカチ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 レベル1うるさくなったね。でもなんか戻ってきた。戻ってきた。でしたっけ ？W の内部のなんかバグ修正みたいなのできなくなりませんでしたっけ？あ、そうな。6秒でも。え ？6 秒でできなくなったの？その67秒とかになったパッチの後に変な W の調整ありませんでした？クールダウンが変になっていたバグみたいな、内部の CD がみたいなありませんでしたっけ？覚えてね。クールダウンが一定じゃないバグみたいな。それでもしかしたらできなくなってるかも。マジか。藤本くんが言ってたんだよな、なんかできないですよっつって6秒でも。藤本くんだから嘘言ってるかもしれない。まあそれによってだいぶ話変わるんだけど、まあじゃあナフじゃね、エース遅いし。そうかも。 W 上げないし。わからんな。わからんな。全然わかんないや、それだと。あんね。もう触んない、わかんないやつは。パス、新自動。これ Q だけらしい。スティールに聞いても一番わかんねえよ。Q、これ Q だけです、ノルの住所。ツイッター情報。うん、Q 以外に何があるの？え？オートアタックといい。ああ、ピョンとか。ああ。え、いいわ。普通に入るんじゃない？あ、まあいい、当たってるし、で、まあ Q は 100% 入ってるで、一応。まあだから、それで、まあ Q だけでいいやって思ったんじゃない？まあ、住所はでかいね。玄関境において。まあ、確かに。もともと入んなかったんだ。何が？重傷。うん、そうだよ。あ、まあ、そりゃそうか。うん。カタリナじゃないからね。仮面とかドット食らってるから、重傷食らってる気持ちになるだけかもしれない。確かに。Q のドットで。これでもクソでかいな。まあ、トップの対面って、基本的になんか回復するから、
ゴアドリンカーとか持ってたり、強いね。結構強い。まあでも、チャンピオンスペック的に大丈夫かって話はある。まあ、それはそう。このバフはなんか、その、チャンピオンスペックが上がったわけじゃないから、わからんな。バフの内容はいいんだけど、そうだね。なんとも言えん。はい。ところで、一回これ切るんじゃないですか、さすがに。いけるやろ。もう、いや、終わんないっすよ、絶対これ、最後までは。まだまだある。今回クソ長いから。あ、じゃあ一旦切るか。じゃあ次は空か。味方に体力回復効果を適用する前に重傷を除去します。かなり強いな。これってこの書き方だともう重傷を消すんだよね。重傷を消すでしょ。空かの回復だけ重傷を受けないってことじゃないよね。違うじゃない。じゃあ結構強いな。結構強い。なんか空かの回復以外も普通に回復するからこれの後に。ドットダメージとかの判定はどうなるんだろう。ああ、まあ、モレロを持ち、まあ、それもしょうがないくね。すぐ。ウルトだけ、すぐつく。ウルトだけ普通に入って、その後すぐつくみたいな感じ。まあ、そうだね。まあ、それはしょうがない。まあ、でも、普通に強いな。重傷だらけだから、このバフはかなりでかいね。まあ、でも、レーニングできるか知らんけど。いや、まあ、空川は強い、レーンは。ああ、そうなん。あ、じゃあ、強いわ。あるな、じゃあ。悪くない。タリア。おお、これ、でかいんだよな。タリアめっちゃ見る、今。あ、いるよね、やっぱ。おこれ、普通にメタになる可能性あると思う。Q の範囲ちっちゃすぎてびっくりした。そう、やったんだけど、ちっちゃいし、短いし、加工された地面が。で、Q、クールダウン半分になるから、上で使っても。マナ消費なしで、クールダウン半分は普通にね、ありがたい。これってさ、この半分になるやつって最初なかった？え、いや、これは確か最初から、あ、半分はずっとない。なんか、あったっけ？あったか。あって消されてまた戻ってきたような気がする。あったかな？わかんないな。まあまあ、まあいいや。まあ、とりあえず強いね。まあ、全然 WCS、ミッドでタリアとか、いてもおかしくないね。それぐらいのバフ。まあ、このキャラみんな好きだからな。なんか強いんだよな。キャラコンセプトが。ああ、ミッドの話ね。俺ミッド見たことない、ちなみに。どこで見んの？じゃあ。普通にジャングル。ジャングルは別にこれ関係なくね。ジャングル関係あんのこのバフ。そう。これでジャングル来るんだ。ミッド向けだけどな。まあ、フレックスピックもあるか。まあまあ、強い可能性が高いね、タリアはかなり。ホットなチャンピオン。了解。はい。タロン。Q が、まあ、ナーフだけど、あんま変わらんな。レベル5で20。まあでも、基本ダメージか。メレンの時もうちょっと下がるのか。まあ、いっか。ジャングルに 50% の追加ダメージ W。なんか強いらしい。噂によると。でも強そうじゃない？普通に回るのできてる、まあ、回れてるし、あとなんかファイター気味のビルドが結構見てたら強かった。だって悪くないか。こいつってガンク超強くね？ジャングルで回れたら。まあ強いね。かなり強いと思うけど、メタあるな。ゴアドリの後になんかクロノだったりスラックだったりイオムだったりドクジャだったりみたいなツンビルドが結構強そうでしたね。見てた感じ。そうだね。征服者でゴアドリからの斧いいね。強そう、普通に。スレッシュ。またナーフ？ナーフ。こいつどんだけナーフされるん？マイパッチナーフされてね。されてるかも。ついに MS 下げられた。MS330。E が？うん。まあ、一応後半はバフか。レベル1、まあ、レベル3あたりは、レベル3もう気にならない。15。魂の数がわからんな。どれくらい溜まってるか。まあ、俺も知らん。まあでも、こいつのパッシュアゲなくて。あげない？あ、そうか、あげないか、今。そうか、上げてもあげないんだ、今。2、3だわな。じゃあ、まあ。パッシュオートタックって、レベル1とか2のトレードの強さにあるから。確かに。結構でかいか。スケール上げられてもって感じ。確かに。ちょっと弱いかもね。MS と相まって。まあでも、まだいるかな、全然。ああ、まあいるか。まあ、結局、スレッシュの強い要素が。直されてないから。なるほどね。じゃあまだ現役です、スレッシュさん。トランドル。え？弱っ。これはちょっと。弱いのか、60% が 46% は弱くない？いいあげるじゃん。まあ弱いか。サポートは、サポートもジャングルもいいあげるじゃん。結構影響あると思うけどな。まあ影響あるだろうな。まあでもまだ、まあピックはするかな。まあでもすでにちょっと。ピックパーセント落ちつつあるチャンプだから、まあなんかドキドキピックされるぐらいかも。構成、相手の構成見てピックするぐらいのチャンプになりそう。
ああ、まあ、あと大会でポーク構成好きなチームは普通に使うかも。それぐらいかな。スイッチ。あれ？このバフ前もなかった？前5上がった気がするけど、今回は10上がった。もうめっちゃバフやん。バフすんのはいいんだけどさ。うん。レインが弱いからこいつ。ああ、そうなん。まあでも、なんか他の AD の変更で結構普通にありなキャラになってる気がする今。ああね。周りが落ちてきたと。ああ。レインで切るなら最強だからね、こいつは結局。そりゃそうだ。最強の時はさらに強くなった。まあ悪くないな。ほう。普通にソロキューとかだと全然マジで無双できるキャラ。強い。いいね。トゥイッチ。アーゴット。こいつってナーフ対象なんだ。ナーフ？バフ？バフか。バフじゃないですか。バフだわ。Q が10秒スタート。マナコスト10低下。これかなりでかくね？でかいね。でかい。マナ辛いから、Q ずっとスタムするし。まあ強いね。かなりいいバフ、これは。ただ、ミシックアイテムが積みにくいけど、こいつは相変わらず。確かに。まあまあ、いいバフだね。普通にメタにあるな、これは。バルス。AD2。AS が、まあこれ、実質レーニング中ずっと 10% 低下だな。うん。ずっと出るし。結構痛いけど、脅威アイテムのバフで大して関係ないって感じ。ああね。読むの方が。レーンは弱くなったけど、そうだ。別に、そのチャンピオンとしての強さも全然結局残ってるから、まあ、普通に強い。オーダータックするときヘイルだしな、どうせ。そりゃそう。まあ、プッシュは 10% 遅くなるけど、エース。まあまあだな。そんなだな。そう考えたら。まあ、まだ強そう。多分。そんな感じですか。プロシーンでは出るだろうね。ソルキューは相変わらず人気ないだろうけど。ああね。まあまあ、確かに。そんな感じだわな。うん。あ、ヨネ、W の2体目以降に当てたとき、シールド量が 50%。こいつバフ対象？あ、バフ対象じゃない？強くねえよね、普通に強いだろ。どうだろう、わからん。ヨネ、ヤスをもうやめてくれ、マジで。ヨネ、ヤスを強すぎる、今。そんな強いかな？兄弟揃って強いよ。わかんない。ソロキュー2、3試合に1試合はいる、ヨネかヤスが。まあ、いるはいるけど。まあまあ、OP かどうかは知らん。W でもこのバフそんな強いかな、まあ、これを実感するシーンないよな。ないよチームファイト向けで、あんまない。このバフ、ヨネ使い何も嬉しくないと思う、正直。まあまあ、バフはバフだから。叩いて守って。ああ。叩いて守って。叩いて守って。これ、強くね ?18 が14は。すごい強すぎないこれ強すぎ。これ強すぎるよね。強いんだけど、弓のパッシブって結構クールダウンごとに回しにくいスキルの方ではあるから。回すよ、ね。回します。回るっしょ、はい。回るかな。いや、回ります。回んなきゃ終わってね。弓のパッシブ回さないなら終わってるマジでやめてくれって感じ。めちゃくちゃ強いと思うけどな。マックス効率で回せるかな。回せるだろ。4秒だよ。回してください。これは強い。ガチでやめてほしい、これ。強い。ああ強いよね。まだ一回も見てないでも。あ、そうなんだ。まあまあ、大会では出るかも。もともと別に弱くないしな。ああ、そう、弱くない。弱くないキャラが結構なバスされたらまあ、強いわな。って感じ。ゼド。ゼドやたら見る、ジャングル。回れるんだ、じゃあ。ジャングルはいつだってアサシン使いたいから。ちなみに回るの結構早い。早いんだ。前までマジで弱かったのに。なんか一回ジャングル向けのバスされたけど、その時本当に回れなくて、弱すぎてゴミだったけど、今回のは回れるんだ、じゃあ。大体フィードしてる。まあ、それはジャングラーのゼロだからな。ネスティが強いってはしゃいでましたよ。へぇ。やってそう。やってそう。ああ、まあ、回れるなら強いね。こいつも結局さ、ダロンも一緒だけど、なんか、回れたら最強じゃない？こういうコンセプトのキャラが。まあ、そうかも。壁も越えれるしさ、なんか。なんか1個前のパッチで、ちょっと変更ありましたよね、このキャラ。E と Q のダメージが。ああ、あったけどあれはね無視していいよ。あ、OK です。 Q はねワンチャンバフまである。あれだって Q はウルトとダブルで3枚出してワンチャン3枚当たったらちょっとバフになるから、バーストはあんま気にしなくていい。あれナーフだけど、まあ、ウルトの CD 長いけど、まあ、元が短いしアルティメットアンターとか取るからそんな変わんないね。前のナーフはちなみに変化ないよ。なるほど。だからまあジャングル回れるのは強いね。おキャラバフいる？
これ前ナーフしたよね。おお、 9.6 で E のクールダウン延長しました。それが戻った。強くね。まあ強いやろな、これは。なんか数値が強いじゃん。もうバルスランドルナーフしてゾイバスするのコンセプトがよく分かんないな。え、別にそういうので見てないでしょ。防腐っていうカテゴリーで見てないよ。そらそうだ、確かに。まあ強いね、普通に強い。大会でもいっぱいいるだろうね。いっぱいは分からんけど、まあ普通にいるね。まあこれは湧いてくるわな。ああ強い。そこにコグマを合わせて、もうラバナスタイタン、ラバナスタイタン、これね強い。バフです。強いか弱いだろ、ナーフだよ。ラバナスはバフかもしれないけど、タイタンはマジナーフ。なんで？え、タイタンの形って逆にハラスしやすいやん。いや、タワー食らうやん。タワーなんか、ああ、まあ、お前はメレールの話をしてるかもしれない。ADC で、ADC でタイタン組むチャンプやってると。ああね、そんなチャンプ、Twitch 以外にいる？もういないやろな。いいよ、バフされたんだからいいだろ、これぐらい。まあ、これは便利だね、正直。正直、これ、タワー殴ったらアグロ飛んでくるのかなりストレスだから。うん。だって、カミール対タンクでさ、タンク無視してタワー殴りたいのに、ラバナス持ってて、タワー飛んできて殴れねえとか。それはそうかも。これ、相当嬉しいバフだと思うけど、カミール使え、まあ、ジャックとかも。これはでかいね。ナイス。今までむしろ、この変更が遅かったまである。ナイス変更。アンブラルグレイブ。強い。ああ、もともと強いのに。これ昔に戻ったな。これ一番最初のアンブラルグレイブに戻ったんじゃない？強いよ。安い。絶対いつもの値段下がってステータス下がるならバフ理論。え、バフだよ。あ、バフだよ。これだって脅威10分の1で値段10分の1だったら最強アイテムだよ。これミスフォーチュンで初手で積んでワード壊すだけでゲーム勝てる。そうなん。ああ、何回かやったけど、マジで何もしないのにワード壊してるだけで勝てる。マジか。俺も AT 回ってきたらそれやろう。楽しそう。それミシック石油とか行くんすか？ミシックは石油だね。後で買うんじゃない、でも。そう、グレイブ初手。ヨームも買うんじゃないの、なんなら。ヨームも買う、俺は。あ、だよね。でも石油ないと弱い、やっぱ。どうしよう。ああね。本当にバス乗りたいならグレイブヨームって積んで、連打機押して。モビリティも履こう。マジでワード壊してたら、味方が喜ぶ。ボットクリアして、トップのカーまで歩いて、ボット戻ってって。ああ。楽しそう。ミニマップ綺麗そう。普通に強いんだよな、それが多分。いいな。後で俺もやろう。グレイブのパッシブがね、強いんだわ。そう、それ。あれがな、ポンって置いたワード壊れるから。プレデター、強い。強いんだ。あのね、実感できる。足、速えってなる。これ、マックスピードになる時間が1秒になったってことですよね。うん。うん、多分。普通に使いやすいな。強い。なんか、プレデターの邪魔、ジャングルが持つかな、多分。オラフとか、ヘカリムとか、スカナーも書いてあるけど、デリア持たねえな。まあ、出てくてもおかしくないね。プレデタージャングル。ボリビアとか。了解。悪くない。まあ、普通にミッドガリオとかバフだ。ああ、ガリオはもう純粋なバフだね、これ。超強い。ボイド、クラッシュ。はい。こんな感じかな。はい。あ、ビエコ、トンゾンナーフ来てる。どれ？あ、ほんとだ。オンのパッシブ使えなくなってる。マジか。なんかあるかな？消費アイテムを使用するとカミール E、フックスとはキャンセルされていたって、E しながらポーション飲んだら止まるってことですか？そうらしい。そうだったらしい。そんなあったんか。あんま。え、ワイルドラッシュ中に Q、フレアを使用するとライフスキルが適用されなかった方がよしゅうせ、これマジか。あ、お前知らなかったのか、これ。浅いな。損しててよ。これガチででかいな。終わってから使わなかった。もういいのか。もう気にしなくていいんだ。スラカの E、何これ。てかむしろ E 級のあのエフェクト的にライフスタイル適用されない方が自然だけどな、見た目。まあ見た目はな。見た目はな。まあこれぐらいかな。はい、要はここまで。はい。トリスターナのスキン顔怖くないですか？どれ？エクステックトリスターナ。ああ、まあまあ。ポッピーに見える俺には。はい、じゃあ、はい、ここまでです。お疲れ様。お疲れ様でした。さよなら。